いきますよ、うん、こんなに広がってます。ここですよ、これ新しいコーナー。すごい、いや欲しかったんだよねあれ。実はお得だったもんね。すごい、そうなんだ、すごいいいポイント聞きましたね。来ました、久しぶり、超久しぶり、テンション上がってます。クワカマプラネットさん、イエーイ何やらそう、リニューアルしてね。リニューアルしていきますよ、うん、こんなに広がってますブレてるブレてる、こっちもここまですごくないですか。こっちは貸し棚のスペースなのでね、ここもね増えたんですよ、うん、ちょっと後でまたこっちもね見ていきたいと思いますけど、うん、このね中も会員さんじゃない、あ会員じゃないかね、ごめんなさいね、そう貸し棚の会員さんじゃないと。失礼いたしました。けど貸し棚がもともとこっちのスペースにあったのが、うん、全部向こう側に行ったので、そう中が変わってるんで、そう見ていきましょうか、はい、見ていきたいと思います。ヨネちゃん TV、 はい、では早速ね、はい、ここはいつも通りですね、材が、いい材がたくさんありますよ、本当にいい材が多いですよね、うん、ここですよ、これ新しいコーナー、すごい、すごい、めっちゃ綺麗、しっかり並びますね、ブランドメダカ販売中、へー、あ、水草もちゃんと松も国産松もとか、すごいね、うん、綺麗だね、卵もあるよ、卵、赤トラっていうのかな、へえ、すごい、へえ、黒ラメ、見て黒ラメ超綺麗、ほら背中がラメラメしてる、ほんとだ、かわいい、すごい、魔王だって、魔王君たちは魔王なんですね、すごい、すごい黒で魔王っぽい、すごい、何種類ぐらいいるんだろうね、ねすごい、うん、あ見て見てこれ、いろいろミックス激安、ケースの中全部でって書いてある全部買いこれでみたいなすごい大人買いできますよ、すごいいっぱいいろんなの入ってるからお得なんだ、ね、だって1匹2800円とかのが入ってるってことだもんね、そうだね、それが3800円だからさ安い、めちゃくちゃ激安、これお買い得ですね、うん、こうやって光当ててると綺麗だね、本当に美しいね、うん、すごいこの白いのも綺麗、あこれもラメってるよ、本当だ、赤縁ラメ、なんだろう、ミキ、ミキユキごめんなさいごめんなさい、ミキユキ、すいません、合ってんのかな、すいませんが、すいません、あの無知で存じ上げず申し訳ないです、はい、すごいね、メダカも、あこれもケースの中全部でって書いてある、すごいすごい綺麗だね、なんか癒されるね、うん、こういうの、水は癒されるよ本当に、うん、すごいこんなコーナーができたんだね、素敵ね、うん、で続いてね、はい、これまたね貸し旦那さんの、あそういうこと、ここがそう限定の、はい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 、委託販売、なるほど、委託販売もできるようになったんですね、そうすごいのコーナーですね、へえ、いっぱいあるじゃん、うん、バラカサスマーターサイカブトの幼虫とかゼブラ、ゼブラノコギリ、ケンタウルス、うん、いろいろある、いろいろあるね、うん、オリジナル品種も売ってて、すごい、うん、だいぶなんか変わったね、変わったね、配置が、配置がね、こっちのこのガシャポン、うん、とかはね、昆虫くじもやりたいね、またレンたち連れてね、うん、この辺はそう、私紹介したことなかったんだけどさ、川村さんこう触れ合いコーナーがあるんですよ、ほうほうほう、そう写真を撮ったりちょっと触ったりできるよっていう、うん、そうそうそう、それもね素敵だなと思って、1回500円でできるんですけど、うん、うん、いいね、なんか買うまではいかなくてもちょっと触って遊んだりしたいなっていうのね、すごくいいですよねこれ、うん、うん、思い出に写真も撮ったりとか、確かに、うん、ここセールコーナーだよ、
すごい安くなっておりますね。安くなってる。あ、オスタンワイルドとかある。ワイルドなんだ。うん。パラワなんか特別価格。あ、ミンダナオヒラタクワガタペアが安くなってるよ。ね。すごい大幅値下げじゃんこれ。本当だ。あ、ん？ここにいたんですね。何何何が？うちの。あ。あ、ひなくんのも追加されてる。うん、すごいいいですね。うん、嬉しい。ここにみもりさんたちのね。あ、そうだね。サインもね。うん。うわ、かっこいいねヘラクレス。やっぱへ、わすごい、このなんか頭角すごくない？頭角だっけ？うん、すごいね。すごいね。うん、リッキーだって。うかやりさんのリッキー。うかやりさん。なんでうかやり県ね。あ、ごめん、うかやりさんなんか変だった。これね、紫のゼリー。あ、これね。この紫のゼリーがね、あの以前三森さんがクワカブの部屋のね、クワカブの部屋でゼリー食べてみたってやつで、あのすごい美味しいみたいな、うん、言ってたみたいですよ。 その動画見てからずっと気になってたんだけど、そうケンタまだま来たら、あ、これだと思って。美味しいやつや。確かにあんま見たことないよねこれ。そう、うん、すごい。私たちの大好きなエスマット、うわ、売り切れてる。あ、そうなの？これは違うの？と売り切れてる。そうなんだ。そうか。こっちは定点化マットなのね。そうか。Sマット。今日ちょっと買って帰ろうかなと思ったんだけど。ああ、そうか。でも神谷さんに聞いたらもしかしたら。いや、ここに出てなきゃダメでしょ。ないか。うん、ないか。奥にありますよとかないかな。見て。何？オリジナルエサザラアクアプラさんの、すごいこれね。これが可愛いんだよね。これ可愛い。パプキンとかね。パプキンとか、うん、素敵。あとは、はい、ここゼリースプリッターですからね。すいません、スプレッターだとずっと思ってました。失礼いたしました。そうそう、あとこれ、すごいじゃんこれ。これすごいよね。え、めっちゃいいじゃん。カブトムシ専用人工養室。縦のね。え、初めて見た。ね。うん。すごいじゃん。へえ。メス用とオス用とちゃんとある。いいよね。うん。へえ、すごい。初めて見たぞ。うん、今絶賛サナギやってますからね。そうですね。ね、これもすごくない？昆虫専用のさ、ほらトングみたいなピンセットだって。これなら挟まれないね。ねえ、たまにあるじゃん、なんかどこ持ってもさ痛いとか危ないところの。タランドゥス痛いんだよ。そうなのよ、横持っても超痛い。タランドゥス、ほら昆虫に優しそうだよほら。笑っとりますからね。笑っとるから。昆虫も笑っとりますわ。昆虫笑っとる。いいですね、うん、株式会社三谷さんから出てますね。いいじゃんいいじゃん。だいぶここの横幅が広がったね。あ、ここのね、あ、じゃなくてそっちの私の体の横幅か。違う、それは広がったけど。広がったな。何何。いやいや、ここここまでじゃなかった。あ、そうだわ。そうだよね、うん、そうだ、そこまでだった。うん、そっか、じゃあ置ける分スペースも増えてるんだね。そういうことだよ。うん、あ、グランディスコフキもいますね。どこどこどこ。あー、ここだ。グランディスコフキ、ベルベティス、ベルベ、ベルティペスコフキ、ベル、ベル、ベル、あ、ここだね。ベルティペスコフキ、え、ベルティペスエボシヒナカブト。へー、すごい、グランディスコフキね。あー、出ました、四つ星来たね。四つ星じゃんけんしましたね。やりましたね。いや、欲しかったんだよねあれ。実はお得だったもんね。すごい、うん、なんならか本当に勝ってやろうと思ってたんだよな、こいちゃん、こいちゃんのコラボ動画、ね、欲を出すとね、なかなか勝てないっていうね。本当に欲しかったんだよな、うん、四つ星ずっと欲しいって言ってるもんね。そう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 。
あ、もう季節ですね。国産カブトも出てますね。本当だ。うん。甘み平田。甘み平田。あ、もう多くはめっちゃある。国産多くは。本当だね。大阪のせ出た。のせこれは SR とかかな。違うのか。どうだろう。大阪府のせしさんっていう感じだよね。あ、三山のこぎりとかあるよ。あー、ほんとだ。まあ言ってたもんね、うん、あのツイートでさ、のこぎりとかないのって言われたので最終に行きましたっていうツイートを拝見しました。ちゃんとね、あのお客様の要望に応えられる素敵なお店ですね、うん、取りに行くっていう ね、すごいね。あとはちょっとね、店長さんの方にね、うん、今あのね、推しとか、うん、おすすめがあったら聞いてみたいと思います。そうですね。レッツゴー。それからそれから、はい、では店長の神谷さん、よろしくお願いいたします。こんばんは。はい、さっきおすすめレッツゴーしましたので、はい、今おすすめだったり推しのものがありましたら、はい、お伺いしたいと思います。はい、はい、お願いします。最近だとあの珍しい虫とかじゃないんですけど、やっぱり人気なのがこのシカクワガタとか、特にこう最近ワイルドが今年はコロナの影響であまり入ってないので、うん、こういう、うわすごい、まあ、昔から人気なんですけど、こういうシカクワガタがすごい、シカクワガタとか、あとなんかこっちもそうですね、こっちは模様がある。私が邪魔かな、ちょっと小ぶりですけど、こういうシカクワガタですね。あ、色も綺麗、おはさんでる、うん、すごいな、四角は。なんか私四角は結構好きだよね、うん、四角二股はやっぱりかっこいいんで、見た目で分かりやすくて人気ですね、うん、あの掘り出した時の感動が、うん、そうですね。もう一回ディティエール見せてもらってもいいですか。ディティエールですか、はい、すごい、立体感がすごいな。リビエルはこう角がまっすぐに伸びる感じなんですよ。で他のスペキオススとかだと、うん、あの角張った感じになるんで、またちょっと雰囲気が変わりますよね。うん、ちょっと下が透明だと見づらいですかね。下置いた方がいいですか。これこの。こっちの方が鹿っていう感じがしますね。鹿の角みたいに角張って、あー確かに、うわーすごい、鹿いいっすね。鹿はかっこいいっすよ。かっこいいっすね。で産卵は二股に近いので、はいはいはい、柔らかめのクヌギとかを、あの以前教えていただいたやり方ですかね。そうですねなのでこれで産卵すると、今日もちょっと餌交換の時に削ってる材をちょっとほじってみたら卵が出てきたので、はい、うん、そういうのでいっぱい削ってるとやったって感じになりますね鹿ってやっぱりなんか難しいとかよく聞くじゃないですか、鹿二股は、はい、あの材選びっていう意味ではちょっとその何でもいいよってわけじゃないので、そこがちょっと癖があるのかなっていう気はするんですけど、はい、うん、実際には材がちゃんとしたものを使ってれば全然難しくはないですね。 あとはあの羽化個体の場合は休眠中の管理が大事です。あの結構産卵セット餌食べてるから産卵セット組もうってやると、そのまま二度寝しちゃって産卵セットの中で寝ちゃうやつとかも時々いるんで、二度寝、はい、なので食べたからはい OK とかっていうよりもじっくり成熟を待って、はい、あんまり焦ってやらない方がいいですね。意外とこれ長生きなんですよ。あ、そうなんですね。はい、あの二股とかって結構餌食べ出したらすぐ足が取れちゃうとか、いろんなみんな経験があるかと思うんですけど、鹿は結構長生きなやつが多いんで、じっくり待った方がいいですね。そうなんだ。すごいいいポイント聞きましたねそうですね。あとはワイルドの鹿はまあ、寿命が分かんないっていうリスクはあるんですけど、うん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 、ワイルドのやつほど産みやすいですね。あ、はい、ただシカクワガタは結構在割で入ってくるシカもいるんで、あのちゃんとこう
樹液採集とかそういうものなのか在割り採集なのかは確認をしてからの方がいいです。ワイルドってなってても在割りだったら当然休眠中なんで。そうですよね。なるほど。いや鹿いいですね。うち鹿まだ本格的にはやってないので、初めて今年ね、スペキオス鹿が、うん、幼虫でいただいたやつだもんね。そう、それが浮かしただけ で、あのブリードしてないもんね。そう、鹿クワガタ面白いですよ。いいっすね。材選びも教えてもらえそうですね、また今度材選びのコツを、はい、教えていただけたら、はい、わかりました、はい、よろしくお願いいたします。ヨネちゃん TV。はい、さすがでしたね、店長さんの。いや鹿はいいなぁと思った、本当にこれは勝手に、いや、やめておこう、今言うのは勝手にダメですよいっぱいいっぱいですよ、今ブリードルームかなり、ね、はい、圧迫しておりますので、はい、勝手には、はい、許可を得てね。そうですよ、許可を得てください許可を出しませんので、うん、はい、じゃあ今日はね、こんな感じの癒しの中からですね、はい、あのお別れをしたいと思います。はい、はい、いや新しいね、新しくなったクワクワプラネットさん、すごい素敵ですね、うん、うん、また子供たちもね、遊びに連れて昆虫くじなんかもやりたいと思います。そうですね、はい、では今日はこの辺りでおしまいになります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックで、ヨネちゃんファミリーへようこそ、カモンカモン Twitter、Instagram などもやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ、バイバーイ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね